こんにちは、アンナスです。今日はフライステッチっていうステッチをちょっとやってみようと思います。アンナスの動物刺繍の中で、表紙ですね、このここの柄の部分をやってるんですけど、もともとあんまりなんとかステッチって使わないタイプなんです、私で。あんまりそのサテンとアウトラインとみたいな10種類ぐらいのステッチでしかやってなかったので、これもバックステッチとストレートステッチでやればいいじゃないってずっと思ってたんですけど、実際ちゃんとこの推奨するステッチの運針方法でやるとうまくいったので、皆さんにもおすすめしようと思って、ちょっと説明したいと思います。それでは手元の方にどうぞ。ではこの動物の刺繍の本のこの表紙のステッチですね、中にこういっぱいあるんですけど、このなんか葉っぱみたいになっているのが可愛いので、こういう感じで使うのにはちょうどいいかなと思います。で、作り方がフライステッチのページあるので、これ見ながらやっていくんですけど、これもきちんと図案を描かないと綺麗にできないので、ちゃんと図案を写してください。で、玉留めをして、で、そうですね、さっき言ったみたいにバックステッチやってからストレートステッチ1個ずつ入れると形がバラバラになるので、これ結構綺麗にできるのでおすすめです。まず出します。で、こっち側に刺して真ん中 1,2,3 で三角を作ってかけて上に引っ張ります。そしたら V の逆の形ができるので上に刺します。これがなんかよくこういうフライステッチとかってよく刺繍のなんかやり方の本とかに載ってるんですけど、ここが長かったり短かったりするとなんか違いますとかいろいろ書いてあって、何に使うのかよく分かんなくてほとんどやったことがなかったんですけど、これでこうやって続けてやっていきます。そうするとこういうなんかお魚の骨みたいな感じにもなるし、なんかいろいろ使い方を考えてみてください。これするとね、こことここの距離感とか幅感がすごく揃いやすいので、この 1,2,3 の針の糸と針のその順番をきちっと守ると仕上がりが綺麗だし、あと、裏も揃うので綺麗なんですね。だからといって普段すごくよく使うステッチではないんですけど、なんかどっかの柄っていうか、間を埋めるのに使ってください。で、私の図案は最後ここにこうピッピって入ってるんで、それはストレートステッチで入れてもいいし、同じ穴に刺して終わらせる。もうここにこうやってもう上に伸ばさないで同じところに刺すと、これでこういう感じになるので、さっきのツタみたいな感じになります。以上です。